藤浪はどう攻めたら大谷を抑えれるのか、シミュミレーションと予想、うん、難しいですね、うん、なかなかやっぱり大谷をね抑えるってなかなか難しいと思うんで、うん、ミスターパーフェクト負けらー高橋久典ピッチングコーチですよさあ千賀のお話はいろいろとまた聞かせてもらいましたけど、うんはい、これもまた評価が難しい藤浪君。そうですね。どうでしょう。いや僕はちょっとね期待してるんですよ。楽しみだなと思ってて、はいはい、やっぱあれだけのポテンシャルもアメリカで認められてますし、はい、でなおかつあの抜ける球が、はい、あれがうまくこう自分で操作できれば、操作できてたら阪神に残ってるか、残ってるか、でもどうかな、僕ちょっと期待してるんですよね、本当に。一方、自分がね、もう阪神でこれ以上なんか迷惑かけたくないとか、そういう気持ちで、うん、もしアメリカに行ってたら、これ成功するんじゃないかなって僕思ってるんですよね。あ、はい、あ、意外に評価高いですね。いや、僕、意外に評価し、意外にアスレチックスも、はい、先発陣がちょっと手薄になって、だいぶ手薄ですよ、はい、だから下手したら開幕もあるんじゃないかなってちょっと新聞にちらっと出てたこともあるんですよ、うん、本当ですか、うん、それはまあないと思いますけど、うん、はい、でも、間違いなく僕10勝できると思ってますから、はいはい、ローテーションある程度守ってれば絶対10勝できるんじゃないかなっていうぐらいのポテンシャル持ってると、うん、まあもちろん10勝しても10敗するかもしれないですよ、チーム的に今、うん、アスレチックスがもうだいぶ落ちてますからね、落ちてますよね、遠征の時期になってるんで、だからそれを考えてもローテーション守れる力は十分あると思いますし、あのやっぱりスライダー系の球あれは結構効くんじゃないかとは思うんですけど、はい、でもやっぱりある程度インコースにしっかり投げてそこを出し入れできないと、うん、あのスライダーが生きないんじゃないかっていうのは僕はすごいあるんですよ、はいはい、でここを投げれなかったじゃないですか、はいはい、右バッターに対して、うん、でまた向こうは怒ってきますよ、うん、その辺だよね。そうですね、うんうん、なんか藤浪が日本みたいに当てちゃってこぼし取ってたりしたら舐められるでしょ。そう、まあまあもうそうですね、多分、うん、もうだから別に抜けようがないでしょうが、ね、関係ないんだ、言葉も分かんないでしょうし、うん、もう堂々としてればいいんじゃないかなと思います、ね、ぶつけたことある？いや、ないです僕。当たらなかった、はい、当たらなかったというか、いや、ビビってたの。いや、そんなことないです。ある程度、ここ広いじゃないですか、うん、離れてるから、はい、だからここにボーンと投げれば簡単に腰引くんですよ、うん、インコース、ベースにかかってもこうやって腰引くやついっぱいいましたから、はい、だからストライクって言われてて腰引いて見逃す選手多かったですよ、僕らの時は。あんまりインコースこう意識してるやつはいないってことかな。そうですね、外目のマークがやっぱり、はい、バッター多いんだろうね。そうですね、だからジーターなんて、うん、まさしくそのバッターで、ええ、インコースにピュッて投げてそこのストライクとボール出し入れ、はい、1個だけでいいんですよ、ええ、そこ出し入れでしたら、うん、全然外も届かないですか。あ、そう、なんか、まあ、インコースこう内側からバット出されてライトの方に打たれるようなイメージすげえあんだ。いやいや、全然全然、まあ山張ってるとかもしれないですけど、うん、でも僕こっちがあったんで、あ、そっちのマイクがすごかったわけだだと思いますね。で、こっちにドーンっていって2、3球ピュッピュッってボール投げて、うん、でピュッピュッってもうシュッシュッって言ったらあいあいあいって感じでしたよ、ね。はい、うん、今ジーターを抑えたよっていう自慢でした。そう、自慢です、はい、いだから本当ジーターは特にこっち、あの、まあ、ジータークラスでもインコースの球をこうやって腰引いてストライクでも見逃してた印象ある。じゃあアメリカの時誰が一番いい、すげえなと思ったの、やってて。いや、当時 すごかった。やっぱ左バッターだったらオーティスですね。オーティス、ビッパビー、顔も怖いもんね。あれはもうね、どこ投げてもやられそうな感じですね。外のスライダーとかは、いや、スライダーもなんかこうピタッと止まるんですよ。あ、振ってこないか、はあ、で、この辺の甘めの球をキラーンって振るんで、うん、またスイングもこうやって振ってくるじゃないですか。あれでやられましたね。で、右バッターで言ったらダン・アグラっていうアグラ、はい、のがいたんですよ、うん、ね、マイアミ・マーリンズにいて、そこから、ブレーブスかな、うん、アトランタに行ったんですよ、うん、で、もうメッツの時に対戦して、カブスの時に対戦してボッコボコ抜かれましたね。なんかあの打率とかも全然大したことないですよ。2割2、3分ぐらいなんですけど、ホームランは30本ぐらい打つ選手で、もう見事にそこにはまっていくんですよね。合うんだね、はい、でもやっぱり自分の中でそう、日本とバッター全然違うなっていうのを感じた、はい、わけでしょ。もちろん。ってことは藤浪も非常に勉強すれば。そうですね、固定観念なんか持たないで、はい、
もういいと思いますね、感じたままでいいと思います、やればいいってことで、でただやっぱバッターのことを知らないとある程度ダメだと思うんで、そのバッターの癖だったりそういうのも見とけば全然いいんじゃないですか。もうだってキャッチャーの配球なんて本当まずは外まっすぐからっていうようなばっかなんで、今はもっとねもっと変わってるのかもしれないですけど、じゃシンプルに挑めるってことだよね。そうですね、改めて、まあでも本人も環境変わったことによってまさにチームを変えるって言ってもまたね、国も変わったわけだから、だから僕もそうだったんですけど、やっぱりジャイアンツにいたらある程度こうなんていうんですか、もうねそこに入れるじゃないですか、一軍に入れたり、ちょっとぬるま湯の感じが出ちゃうんだよね、なんか刺激も、まあ刺激がないというわけじゃないですけど、なんかこうちょっと変えなくちゃいけない、自分が変えなくちゃいけな、はい、ね、自分が前に進んでいかないっていうところで僕も行ったんで、そういう気持ちでやっぱり、藤浪もね下から、自分はもう一番底辺の下から上がっていくんだっていう気持ちがあれば十分いけるんじゃないかなと思うんですよね。もし藤浪が見てたとしたら何かアドバイスというか、いやもう、こうした方がいいよと、もうね、なるようにしかならないんで、だからもう自分のことを信じて、もう、なんとかなるさっていう気持ちで、ちょっとこうなんつう楽観的っていうんですかね、もう一つちょっと切れちゃってるよっていうような感じで言ったものがいいような気がする。本当アメリカで言うと、もう日本の感覚で、日本人の感覚で言うともうストレスばっかなんですよ。はい、だからそういうストレスを感じながら野球してるともう絶対うまくいかないと思うんで、もうこんなもんかとか、だからまあ来るもんもこのね、例えば荷物が届かないとか、だって荷物が届かなくて試合が遅れたりしたりする国ですから、だからそういうのとかもあるんで、まあ、だからあんまり細かいことは気にしなきゃいいんじゃないかな。そうですね、だピッチングスタイルもそうじゃないですか、あんなね細かいこと気にしてるからこうなっちゃった、そう、またいろいろ言われるからだろうね、インコース抜けるからとか、インコース使えないとかって、そういう人もいっぱいいるから気になってくるんだろうけれども、ナンクルナイサと、そうナンクルナイサ、ナンクルナイサ、モーマンタイ、ちょっとこれモーマンタイ、ノープロブレムね、ノープロブレムです、これか、何勝しましょう、10勝、いやもう10勝10敗でいいんじゃないですか、まあはい、チーム的に、ね、チーム的に、はい、いや本当にでまたあそこの地域結構強い、ね、力があるチームがもう、はい、多分エンゼルス含め3チームあるんで、もうその3チームでもう多分決まると思うんです、やられちゃうからね、はい、アストロズもいるしね、そうですね、同じリーグで大谷がいるリーグに今回移籍した藤浪、これ同級生ですよ、はいはいはい、ね、はい、対戦はもうまずあるよね、いやいやいや、まあかなりの確率でありますよね。ありますよね。はい、その時にどうなりそうなのか、うん、大谷、藤浪はどう攻めたら大谷を抑えれるのか、例えばそれが大谷がどうやって打ち返しそうかっていうちょっとシミュレーションと予想。いやー、難しいですね、なかなかやっぱり大谷をね抑えるってなかなか難しいと思うんで、やっぱ中心バエンゼルスの中心選手だし。あれだけのねホームラン打てるバッターだったので、まあでも気温はやっぱりね外になっていくのかなっていうふうに思うんで、やっぱりベルト付近に強い球を投げないとダメじゃないですか、だからそこに投げ切れるコントロールがあればと思うんですけど、でもそんなにコントロール自体はないですね、期待できないと思うんで、だからまあ外中心で投げていくかなっていう、だからその外のスライダーを入れたり、でこっちにちょっと外からスライダー入れたりとか出したりとかできるか、いやだからもう抜けた感じでストライクになっていくっていう、ここには引っかかった球はこっち側の球っていうのは右がやっぱりちゃんと指にかかるんで変化するんですよ、はいはいはい、ここは、そうですね、外からの球っていうのはもう変化しないんでポヨーンってなるんでスコーンとレフト左中間ホームランって十分あるんで、ね、まあそうですね、そのイメージなんか、なんとなく分かりますね、その代わりこっちに来た球まっすぐとカット系の球はすごいいい球あるんで、俺そこを結構いくような気がするんですけど、でもそうですね、左バッターなんで抜けることはね、ないから、だから藤浪はもう投げやすいと思うんですよ、対大谷に関しては、そっちの当てることを気にしなくていいから、でもここにやっぱこの辺に付近にやっぱりなある程度強い球が投げれたらっていうふうに思うんですよね、でもだからそういうことカットボールとかをちょっと高めに投げるのがいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、そうだよね、あんまりコントロール気にしないでいいじゃないですか、高めって、だからこの辺アバウトにここにしっかり指腕振って指にかかる球を投げ込んでいく、はい、そうですね、でまあちょっと打ち取りの時は低めに落としてみたりみたいな感じなのかな、まあそうでしょうね、まあいいバッターは絶対インコースからね、崩していかないと多分ダメだと思うんで、
あの初対戦の時こうニコッとこう帽子くくってやったりとか笑ったりするのかな、どうなの、誰かいた、僕は結構いましたよ、イチローさんもそうですし、うん、松井さんもそうですし、どうしたの、いやいやもう顔見なかったですよ、怖いからあそう、はい、松井なんかいじりそうだけどな、いやいやゲームの中で、うん、前ですよ、ゲーム前は挨拶とか、うん、ゲーム前に会うから、はい、あえてそういうことしなくて済むから、そうですね、でイチローさんの場合はこれを見たら僕絶対そのペースになっちゃうんだろうなと思ったから、うん、あのあれまで全部ずっとキャッチャーのところにずっと集中してました、あってことは藤浪も多分大谷ともう会っちゃうから、はい、それはもうなんかおなんかそうですね、感慨深いこうなんか俺らが見てても分かるような、はい、うるっとくるようなのは見れないかなと思いますけどね、まあもうゲームに集中してますからね、うん、お互い多分そうなってると思うし、いやそうかそうか、はい、でもなんかあったら面白いですね、あったらね、はい、うん、結構なんかあの昔というかあのヘルナンデスってあのマリナーズのエースいたじゃないですか、はい、うん、あいつとオルティスだったかな、あベルトレだ、うん、とかが対戦するときにもう笑いながらなんかこう対戦してたっていうのもあるんで、だからチームメイトだったし、はい、でももちろんラテンの選手でこう仲も良かったと思うんで、それでなんかあのちょっと微笑ましいシーンとか、うん、もう2人とももう引退が近くなってきてるような状況の中で、うん、そんなこともあったんで、でも大谷たちはバリバリのそうですね、もう終戦でやってる選手なんで、大谷もニコッと笑ってる場合じゃないのって思われちゃうかもしれない、はい、あ大谷じゃねえ、あの藤浪なんかもね、でももちろん楽しみですね、その辺はね。